お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、久しぶりに、ミラー講座ってことでやってくるんですけど、今日はですね、はい、こちらの親衛隊ミラーでございます。もうね、親衛隊がもう今もう流行りというか、もう一気に親衛隊だらけになってますねっていうぐらい親衛隊が増えてるわけなんですけど、結局ね、やっぱ強いから増えてるわけで、強いということは、そいつをミラーしとけば強いってことなんでね。はい。それをミラーしていきたいと思います。で、今回はプリンセスじゃなくて、その吹き矢ゴブリンにしてるんですけど、それがですね、親衛隊、結構両サイでセパレートして、その攻めていくから、両サイに相手がコウモリとか、なんかユニットでね、防衛してくるんですけど、吹き矢だとね、結構処理が早いというか、めちゃくちゃ働いてくれるんですよ、こいつを。なんか真ん中の辺にね、端前の真ん中の辺に出すと。だから吹き矢にしてるっていうのと、あとはシンプルにアーチャーが強化とかで、スケラーフリーズがちょい増えたかな。っていうので、スケラーに対しての吹き矢をね、そう。っていうので、そうです、そうです、そうです。なんで吹き矢にしてますね。でもゴレとかを相手にするってなると、圧倒的にプリンセスの方が、範囲攻撃のトルネードで強いから、っていうのはあるんですけど、言うほどいないしね。なんで、あれにしてますね。OK。だいたい枯渇かな？枯渇は相性いいですね。ロケット削りされなければ。はい。というわけで、来ましたね。親衛隊。とりあえず、セパッと来ましょうか。もう一番後ろで多分間に合うっすね、これは。あー、やばい。これ待って、ターゲット取って。オッケー！ターゲット取ったはず。これもウッドでやって、相手がギャング、どっちかにウッドを裂いてくれないかな。お！これはもう逆サイです。じゃない。これ吐き気壊す&攻めですね。あ、これ待って、めちゃくちゃぶっ刺さるやつやで。あれ？オッケー。オッケー！いい。でもここでワンチャン吐き気来るか知らないけど、吹き矢でナイト処理っすね。アイスピでナイト止めて、延命。けど、プリンが、ああ、やめろ。やばい。ここで迫撃置かれると、ちょっとやばいですね。でも、親衛隊がもう回るんでね。親衛隊出しとけばいいんですけど、さっき危なかったな。親衛隊が意外と溶かされてた。後ろからで。危ない。危ない。で、このディガーが、でも相手これあんまウッドも避けないんですよね、相手も。そうだから今みたいな感じだ。受けだな、いい受けだな、相手。で、このディガーがそうだね、とりあえず座れるけど、しゃーなしかな。やばい。これやばい。そうなっちゃう？これは迫撃読みですね。やばい。これ痛いですね。これとりあえず厄介なんでね、とりあえずここだけ処理しておきます。これな、迫撃はだるいですね。めちゃんこだるいですね。めちゃんこだるいですね、マジで。あ、でもこれ惜しい。あ、もう一個来て。 OK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  で、これやばいやばい。からこれ ISP 分投げて、あ、待って、なんか右側が削れてんだけど、どういうこと？そう、困るんですよね、意外と。結構両サイ削れちゃって、あ、今、僕は見た。見逃さない。これでもナイト受けだな、そうだ。で、これ相手、回転が早い。けど、相手もロケット削りしたいから、防衛迫撃が来るかもしれないけど、これロケットかな、多分相手、ああ、そうだ。そりゃそうだ。あ、待って、これ、終わった。ロケット670削るんじゃない？これ。でも、多分相手はね、意外とこういうのがね、気づかない。今、またしかも映された。あるよ。待って、マジある。ワンチャル。あるよ。いけ、ゴブリン！勝った。いや、待って、やめて。いや、バレる。ん？勝った。おーって感じですね。でも今のはね、多分本当に一番って言っていいぐらい相性悪いと思うんですよ、これ。
だから今のは、今のに勝てたらでかいですね。高回転のナイトアーチャーで親衛隊受けられるんで階段で、まあまあまあ、今のは気づいたら逆サイ折れてたみたいな感じですね。まあ、最後がね、ファイブとかないけど、結局ディガーが2枚あるっていう考え方をすれば関係ないですね。一気に持っていけちゃうんで、よいしょ。で、結構親衛隊ってウッドを裂きたくなっちゃうんですよね。まあ、だから裂いてしまう、縦を剥がすのに。だからこそその後の吹き矢とかギャング追加っていうのがすごい強いと思いますね、僕は。 OK、 これで前止めてからの、おお、強いな。で、まあプリンはディガーで処理していきたいですね。よいしょ。だからスケガミ、おや、わかんないな。でもこれはディガーの餌ですね。おいしい。てなわけで親衛隊展開をしたいですね。やば、これでも大きいかな、ちょっと大きいけど。ああ、完封アイスピーギャングで、でこれハシマイプリンでワンチャン怖いなけど、まあ後ろ親衛隊でいいかな。マジでコスト溜まったら本当にアイスピー流すか後ろ親衛隊とかでいいっすね。でもミラーはまあ後半ですね、残り1分切ってから。これギャングマッション餌ですからね。でディガーをちゃっちゃプリンで飛ばして、あいめしてこないな。あー、惜しい。 OK、 でこれでまあ待ちかな。これトレネで吸っちゃえばダメージは入んないですね。 OK、 でバレル飛んできたら正面キング起動してるからアイスピだけとかでもいいですし、許容でもいいですね。これちょっと暇だったから。で、これ、後ろ、あ、親衛隊。ここですね。親衛隊からの親衛隊やって、もう、数のご了承するか、まあ、吹き矢ミラーとかでもいいんですけど、あ、これ、サンドイッチ。親衛隊サンドイッチ、OK。これ、ディガー飛ばして、まあ、吹き矢ミとか来たら、ウッド打ってもいいけど、あ、ウッドですね。で、この真ん中吹き矢がめっちゃ強いんですよね。で、このプリンとか、めんどかったら、こう、吸ってあげると、もう、ね、あいつら活躍するから。あは、あえてクリストオッケー。で、また親衛隊ですね。しかも今相手防衛でバレル使ったから、これで攻めれないんですよね。っていうのでもうね、この無限ループ入っちゃいましたね。オッケー。よいしょー。でプリンにしっかりリガー飛ばして、これギャングかな。けど俺のリガーは優秀だからプリンを殴る。惜しい。でもこれトレネで飛んでいくっすね、あれ。待って、14強い。やばい。これやばいですね。前あったやつですね。マジ、親衛隊ミラーしとくだけで勝てるみたいな。これがやばいやつだ。ね。親衛隊の14レベルってなんかわかんないのかな。わかんないんだ。わかんないですよね。しゃあないね。けど、まあ14が強いのと、あとミラーのね、この新機能の、なんか金色になる現象みたいな。ミラーさえ金にしとけば、あと別に何も金にしなくていいですからね。そこ優秀です。です。で、まあこれ相手ラバだから、バルーンをキング起動したいけど、言うてだるいっすね。ああ。これはワンチャントルネトルネだけど、光栄もいるから、どうなんだろう。ああ、これ無理だ。普通に一回キング起動だ。で、これアイスピで。ああ、やばい。オッケー。え、待って、なんか左落ちてる。やば。やばくね？やばくないっすか？おい、何した？あれだ、親衛隊からのギャングセパしただけなんですよ。左落ちてる。やばけど、右が2つ僕おられそうだから、ちょいやばですね。ちょいやば。だから、サンクラこれちょっと狙った方がいいのかもしれないけど、
どうなんだろうなっていう感じですね。よいしょ。とりあえず今度はラバをしっかり処理したい。これだな。ちゃっちゃ吹き矢で処理するか。あの子。だね。絶対その方がいいな。うん。で、これ。これしんどいな。これやばい。こっからの、わあ、さっき穴目だったわ。やばい。これ待って、爆破で飛ぶ。ああ、待って、耐えれなかったな。やべえ。これはやばい。シンプルになんか、あれ？ミラー初めて使ったのみたいな。おや？おや？みたいなプレイだった、今。さあ、こっからですね。これなー、削りにき。マジで削りにき。本当に削りにくいんですよね。吹き矢しかないの、しかも対空ないから。ね。これでもトルネで吹き矢目できる。OK。で、吹き矢。ISP。OK! 待って、しかも吹き矢生きてる。OK。待って。いいよ、いいよ、いいよ。しかも相手のあれ、1300しかない。いいよ！いいよいいよ、追いついた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 。いや、言うてだりや、言うてだり、言うてだり。あれ、おお、待って、吹き矢優秀すぎん。これ多分気づいた、あれだ、正解は左を狙うだ。で、カタ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 、ほら、あれ、なんか、あっさりしすぎん。どうした、なんかね、どうしたっていうような感じで勝っちゃいましたね。多分相手メガゴとガゴサイって分かんないですけど、多分ユニットがなかったのかな、バルーンとかしか。で、ツムツムでしたね。よいしょ。って感じかな。やばいな。やばくないですか。まさかの全勝。さて、強いですね。分かんないけど。はい。というわけでね、こちら、支援隊ミラーですね。しかも回転がまあ、支援隊いるけども、早いし。結構使いやすいと思うんでね、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで今回以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。バイバイ。